こんにちは、ごまおです。本日はお買い物マラソン次回のスケジュールを事前確認する方法というのをね、お伝えしようと思います。この動画は悩める会社に薄くお金の知識を伝えます、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき人はね、お買い物マラソンでまとめ買いしたいんだけど、次回の開催時期がよくわからないという方、すぐ欲しいものがあるけど、どれぐらい待つべきか目安が知りたい方向けにね、参考になる動画かなと思います。ごまおはね、楽天経済圏、かなり極めておりまして、2020年すでに24万ポイントぐらいね、ゲットしているという実績もありますので、楽天経済圏のね、ちょっとこう気になるお話をどんどんお伝えしていければと思います。結論からですね、直近のイベントは検索で調査することができます。で、長期スケジュールはね、過去の実績から調査すれば OK なので、この動画のね、ちょっとまとめてみましたので、ぜひご覧ください。すみませんね。1番目、直近のイベントは検索で調べることができます。普通にね、楽天市場のページ、開いてください。で、検索窓にね、このお買い物マラソンっていうワードをね、入れて検索してみてください。そうするとね、パッと出てくるのが、まあ、こう、バーっといろんなものが出てくる。大体なんかこういうスイーツとかが、ね、出てくるんですけど、こういうのをね、なんか適当に一つクリックしてみてください。そうするとね、まあ、その商品ページに行くんですけど、そこのね、販売期間っていうのがね、示されていることが多いです。まだね、これ、販売前ですよみたいになっていることが多いんですけど、これ販売期間が、2020年5月この日の20時から2020年5月16日の1時59分っていうね、この、まあ、日付とね、あとは、この時間、販売期間の時間が20時から1時59分でね、これってもう明らかにあのね、買い回りショップイベントの時ですよね。お買い物マラソンとか、スラクセンスーパーセールとかね、まあ、どっちかかなっていうのがよくわかると思うので、こういうのがね、あったら、あ、もうこれだなと。これでよくわかるんじゃないかなというふうに思います。っていうのはね、これね、事前にね、楽天側がね、楽天買い物マラソンいつからですよってね、なかなかね、教えてくれないんですよ。もう前日とか、始まる前日ぐらいにならないと発表されないので、はい。こういうの、これだとね、まあまあ、次の、お買い物マラソンのスケジュールだと、たらまあわかるんで、まあ1週間前とかから多分わかると思いますので、ぜひね、定期的にね、まあお買い物マラソンで検索して見ていただければ、まあ詳しいね、この期間がわかると思います。それをね、狙っていってください。で、もう一つ、まあ長期的なスケジュールはじゃあどうやって、ね、見ればいいのかっていうのはね、過去の実績から調査するっていうのが一番確実かなと思いますので、過去のスケジュールを載せておきます。この2019年版のね、スケジュールはどうだったかっていうのをバーッと載せておきますので、これね、まあ、もしよかったら、この動画止めてもらって、しっかり見て、まあ、今年はもう、まあ、同じぐらいの時期にね、あるんじゃないかなっていうのをね、見てもらえればと思います。今、この動画撮ってるのが2020年の5月なので、まあ、ここら辺、この5月以降がまあ参考になるのかなと思いますね。5月はですね、まあ、1回お買い物マラソンが多分あるだろうということで、まあ、まさに今ね、5月9日、2020年5月9日からですね、9日から16日ということで、まあ、今回も土曜日からスタートということでね、まあ、そこが一緒だって、日にちは一緒じゃないけどね、土曜日から始まるって感じですね。で、楽天スーパーセールの方なんですけど、これはね、もうほぼほぼ日にちが固定されてますね。6月4日から、で、9月4日から、まあ、3ヶ月に1回ですね、楽天スーパーセールは。だから3月4日、6月4日、9月4日、12月4日から、っていうのが楽天スーパーセールで、まあ、ほぼほぼ固定されて、毎年固定されてるって考えてください、日にちでね。で、お買い物マラソンは、ちょっと日にち固定ではなさそうですね。去年5月11日から11日からだったけど、今年2020年は5月9日からだったんで、ちょっとずれはありますね。そういう傾向があります、お買い物マラソンね。はい。で、6月は、まあ、スーパーセールとお買い物マラソンでね、2回あるって感じで、7月もね、お買い物マラソン2回、8月はね、1回しかないですね、お買い物マラソンね。こういったね、月に1回か2回、買い回りイベントはあるっていうふうに考え、覚えておけば、まあいいのかなというふうに思います。はい。
まあ、こうやって9月以降もね、バーッと見てみますと、たまにね、このね、スーパーポイントバック祭りみたいなのがあるんですけど、これはね、ちょっとお買い物マラソンとかスーパーセールとかルールが違いまして、まあ、最大プラス6倍のね、ショップ買い回りじゃなくて、合計金額で変わるよ、みたいな感じのやつなんですね。はい。だから、まあ、これを狙うよりかは、普通にお買い物マラソンとかスーパーセールですね、ここら辺を狙うのがいいと思います。はい。ただね、もう11月とか12月は結構、ね、去年は頻度が多かったんですよね、このイベントがね、このスーパーポイントバック祭りを加えればね、多かったですね。はい、特にね、去年の11月とかめっちゃやってますね、4回もやってますよ。何があったんでしょうね。まあ、ブラックマンデーとかあったからとかな、ブラックマンデー、ブラックフライデーとか、はい、ですかね、っていう感じですね。で、今年のスケジュールどんな感じになってるか、まあ、こんな感じですね。すでにもう4月まで終わってまして、まあまあ順調に、お買い物マラソン、スーパーセールを消化していったという感じですね。皆さんね、ちゃんと参加できてましたかね。まあもちろんね、ちゃんと毎回参加して、ポイントがっつりもらってますね。はい。すでにね、もう24万ポイントぐらい溜まってますし、2020年の4月にもらった分は5万ポイントぐらいもらってますね。やっぱね、お買い物マラソンとかね、有効にこう活用すると、そんぐらいいきますよということですね。はい。結論ね、もう一回まとめますと、直近のイベントはね、その楽天市場のページに行って、検索窓に、お買い物マラソンというね、風に、検索していただければ大丈夫です。はい。で、スーパーセールの方はね、もうね、3、6、9、12の4日からっていうのが分かってると思いますね。そこはまあ気にしなくて、お買い物マラソンの、まあ、詳しい日程が知りたいって方は、まあ、これで検索して調べるのが一番ベストかなっていうふうに思います。で、長期スケジュールは過去の実績から調査してください。今ね、示したスケジュールのところに、まあ、戻ってもらってね、もう一回ちょっと一旦停止してもらえれば、まあ、もうちょっと見やすくね、理解できると思いますので、それでね、やってみてください。で、あとはですね、まあ、お買い物マラソンで、の話をちょっとしておきますけども、まあ、買い回りね、攻略、ちゃんと準備しておけば、まあ、漏らさず、ポイント還元率をね、上げることができますので、ぜひね、頑張ってここら辺注意してやってみてください。買い回りの、ね、エントリーは必須ですのでね、ワンショップで1000円以上買い物するにあたりし、する必要があります。999円じゃダメですね。あ、これはね、今、絶賛お買い物マラソンがね、開催中なのでね、それに向けて、っていう話ですね。で、同じ店舗で複数商品買ってもワンショップ扱いですので、ご注意ください。ワンショップで500円かける2個を同時に買うのは OK ですけども、500円かける1個を、まあ、1回ね、注文をもう完了させちゃって、もう1回500円かける1個で2回買ってもまあダメなんですよ。で、楽天広告と楽天ブックスは同じ店舗扱いになってしまいますと。楽天ふるさと納税は一時滞在ショップ扱いなんでお得ですので、ぜひ活用してください。ポイントを一部全額使用しても OK です。送料かかる場合はポイント利用するといいと思います。5と0の月日、ポイントプラス2倍が狙い目です。使うかどうかわからないですけど、クーポンとかチェックしてみてください。はい。で、今回ごまが買い回りで買うものの例ということでね、まあ、5月10日にまあバーッと買ってもらって、まあ、もし買えなかったら5月15日とか狙ってね、まあ、5と0の作りで、ね、買ってみようかなというふうに思います。こんな感じでしたね。今回は、そのね、事前にスケジュールをね、知る方法ということでね、お伝えしました。こんな感じで、ごまはね、楽天経済圏についてね、まあ、ちょっと詳しく解説しているっていう動画をたくさん出しています。動画は毎日更新していますので、ぜひチャンネル登録していただければ、お得な情報をどんどん追加でね、ゲットすることができると思います。他にも、まあ、楽天経済圏だけじゃなくてね、節約全般の情報とか、米国株について投資する方法、あとはこうやって YouTube 発信とかして、まあ、副業の収入を得ているっていうね、そういう、まあ、お金に関する、まあ、総合的なね、情報、それを通して、まあ、自分の人生をより豊かにね、していくっていう、まあ、ね、ごまもまあ、うつ病になった経験があって、そこからまあ、這い上がってね、今お金の勉強して、こうやって情報発信しているっていうね、次第でございます。まあ、ちょっとね、会社が嫌とかね、辛いなとか思ってる人も、なんかこうやってね、お金の勉強することで今を変えられるっていう風な、まあ、自分の実体験があるので、そういうものをね、少しでも伝えていければいいかなというふうに思っております。まあ、よろしかったらね、お付き合いいただければと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。